こんにちは、シロです。今回は、以前紹介したこちらのスマホハウジング、ダイブフォルクに、マクロが撮れるアンドロイドを入れて、マクロ撮影をやっていきたいと思います。以前これ紹介したときに、この中に iPhone を入れて撮ってたんですが、まあ、iPhone ってまあそこまでマクロ強いわけではないので、今回マクロが撮れるシャオミのレドミノート10 Pro かな、こちらの Android スマホです。これを、まあ、これ中古で買ったんですけど、これを持ってこうと思います。でこれを入れるために専用のケース、アタッチメントが必要なんですが、まあ、オフィシャルから買うこともできるんですが、送料込みで5000円ぐらいしてたので、iPhone 8とか XS とか MAX、 そのでかい iPhone 用のやつをですね、こんな感じで削って、まあ、ハンダとかで溶かして付けられるようにしました。でこの Xiaomi の Redmi 10 Note Pro、 Redmi Note 10 Pro はですね、このカメラアプリにこんなスーパーマクロモードがあるんですよね。でこれでマクロを撮っていきたいと思います。まあ、かなり接写して撮れる感じですね。でこれを、ダイブフォルクに入れて撮りに行ったんですが、さすがにライトがないときついので、こんな感じでライトを照らしながら撮影してきました。はい、では実際の映像をご覧ください。はい、このレドミノート10 Pro のスーパーマクロなんですが、結構綺麗に撮れてるなと思いました。ただですね、これ、まあ、難点がちょっとあってですね、スーパーマクロがかなり寄って撮るタイプの、モードなので、この被写体がどこにいるかわからなくなるっていうのが、毎回こう確認してカメラ当てるけどどこにいるかわからないみたいな、こんな感じで確認しながら、あとは指添えたりしてで撮ることになりましたね。なのでもうちょっと望遠マクロみたいなモードがあるといいんですが、このスーパーマクロはかなり寄って撮るタイプのマクロなので、その辺がそのどこを当てているかなみたいな、それが、撮りづらいなっていうのはありますね。あと動いてる被写体もそのレンズ当てな、どこに当てたらいいか分かんなくなるので、ちょっと向かないですね。なのでウミウシ専用、動かないもの専用マクロカメラとしてだったらありかもしれないなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。 Android の Redmi Note 10 Pro で、マクロを撮ってみたでした。参考になった方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。